味方がもうがっつり前で戦ってくれるときはなんか喋ってんな。何時だ、喋っちゃダメなのかな。地味だもんなこっち。うわっ、ちたうってなって、なになに、いやいやいや、あとまだいた、うん、しお前あんた一緒だよ一緒だよおいだよ、おい、なんてこと言うんだよ。優しく言うと、はい、まあ一緒だよ。お、優しくねえな、うん、はい、どうもこんにちは、裏切りマンキーコングです。こんにちは、はい、今回はヤグラ、ああヤグラ、ワカ、ああワカ、ごめんなさい、お急に、フルイドファンの皆さん、ごめんなさい、フルイドファンの皆さんに気使ってるけど急にワカ、まあ確かにね、いやなんか、うん、結局これ一番強いなってまあ一応あのグレートバリアがね、今回のシーズンでちょっと強化入って、あの弱点部分の硬さが硬くなるっていうね、ちょっと本末転倒なやつが、ああ行って、それを駆使した若、これはね、わお、うわい、まあまあ、フルイドでもあれだもんね、確かにヤグラも悪くないって言ってたもんね、ヤグラ強いって。いやまあ、マップによるんだよな。 あそうなんだ、まあ、やっぱ届かない、届かないとこがね結構ある。なんならこの湯の花がそうじゃなかったっけ左から第二関門届かないっつって、まあ、湯の花まだマシな方だけど、まだマシ。お、さあ2落ち、チャンス、チャンスからの槍からのこいつもやれて、そしたらはい3落ち、でかすぎ、いいですね。まあ若葉といったらやっぱとにかくグレートバリアを、お、ほら前で吐くタイプのやつ、前で吐くタイプのやつをしてますよ。なんかいるけど、なんかいるけど、ふっ、おお、さあ関門突破できず。これはジムワイパーがまあちょっとファインプレーでしたね、相手。本当はヤグラで吐きたかったんだけどね。ほうほうほう、乗られてなるほど、確かに味方に、味方乗ってるところに入ってまいって感じ。結構邪魔なんだよねあれね邪魔、あ確かにあるとね、ない体で乗ってる人いるからね、それに生やしちゃうのは悪い。お、さあまたもやちょっと有利が取れるまでは待ち、待ちです、ここは待ちしてください。うわー、さあエナスタがあるのですぐに行けますけど、まあね、打開に関してはやっぱちょっと、うわいい、うわいい、あら惜しい、ああやってる、あいや惜しい、あと1,2 発、さあそれを逃がさずにやってくれたら最高。ううー、いい、いいバケツだったみたいです。あーこの段差、段差近距離ね。まあ若葉は射程はもう近距離武器だけど、ただまだいないかバケツ、さすがに下がったらしい。さあでも使いたい時にすぐたまるのがまたこの若葉の強みでもあるよね。もう使っちゃって、そうコツはちょい早め。おお、いいボムなんじゃねえか、うーん、両母です、今のは。よしよし、あら、行っちゃって、もらって、まあ乗る乗る乗る、いいよいいよ乗らない、うん、まあ行ってもらって、あははは、そうそうそう、いいですね、まあ、いや前出てくれるのありがたいね。若葉使ってる時はやっぱそれが、うん、最高。ああもうこれトルネードいなして、逆に前張るのが、あっ、足取られちゃったね。はい、前張るのがしんどいから、さすがにね、グレートバリアだし、あ、こっち来ちゃった、降りていた。おお、さあうんうん、うわっ、もうセンサーでまあただなんか手用してくれてるし、食話もしてるし、まあ、ここは無理せず、わあいいね、安定感出てきたね。まあ第三関門途中まで進めてて、うい、このね、やっぱスプラッシュボムですよ。
メインはね、あんまり倒すのには向いちゃいないけど、乗るからいいよーが、あ、いいね。さすがに2つ投げられたら壊れるか。うえい、耐えた。これどんだけ時間かけれるか。おお、なるほど。あと30秒。もうやることといったら、うわー素晴らしい。そうね、あとはもうボムで。さあただそうなんですよ、打開はあんまりグレートバリアは手前鬼強ではないので。さあ壊れちゃったけど、あーいいね、このダメージをちょこちょこ入れてで乗ると。ちゃんと勝ってる。ちゃんと若葉持ってきてちゃんと勝ってら。強いよやっぱりこれ。あー、まあ相変わらず強い。強い。うん、まあね、まあ鳥ねちょっと多くなってるから。ああなるほど。マヨカちょっと効果薄れてるような気はするけど、はいはいはい。まあそれでもやっぱとにかく乗るっていう強みね。うん、あさあカジキ、はい、うん、さあカジキの方はどうなんでしょうかね。なんで俺が若葉、はい、持ってるかわかる今。いや、ヤグラが強いからじゃないですか普通に。いやいや強いのはそうなんだけど、うん、別に強いからで持ってないの別に。あら、そうなんですか、うん、え、どういう理由で。いや、楽に勝ちたいから。いや、なんか似てるな。何その後。あんまり若葉使いに対しても良くないな、なんかそれ。簡単に勝ちたいからでしょ、あんま苦労したくないね。なるほど。もうエネルギーをできるだけ使わないで勝つために。いや、そうだけどさ。うわー、いいじゃないですか。まあ、ああいう人いた時に若葉持っててよかったと思うよね。味方がもうがっつり前で戦ってくれるときは。なんか喋ってんな。え、なんでだ。俺喋っちゃダメなのかな。俺喋る以外やることないんだけど、こっちが。いい、めちゃめちゃ乗ってる。あー、おっ、よっ、いい。あらららら、終わっちゃうよ、カジキ。あー、これはさあ、カジキ。あー、でもカジキは右奥取られると終わるって聞いたぞ。誰が言ってた。女子高生が。女子高生、女子高生が言ってた。ここ、あ、ここ取られたら終わりです。取られないでくださいって言ってた。あー危ない。うわー、いや、いいね。ドランデマ行ってくれ。なんだこれ、なんだこの安定感。あらあら、おわ、ちゃんと、ああもう甘えない。楽勝。いやいや、楽って言ってるけど、あのなんかすごい丁寧よ。そう。いつもより、なんかこんなこと言っちゃうくらいだけど、いつもより丁寧になんか立ち回ってる感じするよ。いやいやいや、全然。あ、本当に、うん、なんかむしろあのワンからのなんか礎が見えるからさ。そう、あ、こいつスプラトゥーン長くやってんな。こいつずっとやってるやつだなっていう。やつ、やっぱ強み出てますね。降りるタイミングとかね。そうそうそう。見てる場所とかね。恥ずかしいな。こいつスプラトゥーンめっちゃやってるって思われる。歴がバレる武器かもしれない。若葉の使い方で。はい、カジキですね。はい。さあさあ、若葉。若葉の相手に、でも相手に来るのも若葉になるのかな、基本。きつそう。あら。あ、相手です。相手も相手か。そうね、スペースシュータースパイガジェットフルイド、なんかいいですね。癖、6癖ぐらいある武器たちがいっぱい。さあ、でもこちら側も、まあでもブラスターはね、やっぱエスブラ、まあ、もう一個の方がヤグラ強そうだけど、頑張れ。いったさあ、うん、いいじゃない、いいじゃないから。まあ、ちょっとつなぎ入ったかな。なるほどね、バリア要因、バリア入ってもう一歩先。あー、で、バリアの、バリアの引き継ぎ。うわー、これ右奥行ってほしいな。そうね、右奥、右奥取られたら終わりって言ってたからな。あそこだったら取らないと。あ、ちょっとこれ、まずいか。さあ、
うえおおいい、よく生きてる。やっぱこの生存力が大事ですね、若葉は。あら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 、スペースルーター後ろか。うんうん、あら、おおいや、これはやっぱ、いやもう今更だけどさ、うん、嫌だね。簡単だな。マジ勝ちたいなら若葉持った方がいいっすよ、本当に。矢倉で。矢倉。矢倉で勝ちたい人は若葉持とう。X まで行きたいとか。ああ、そうね、うん。確かにその2000、もうそれこそ俺が目指して2600とか、うん、3000とかって言うと。まあまあちょっとまた話変わってくる、ね、うん、けど、とにかく S プラス登りたいって人はありかもしれない。うん、さあ、カジキ。はい。カジキでございますよ。お願いしますね。さあ、カジキ空港では、おトライストリンガー、あ、ボトル。さあ、でも相手方、あ、ドリンクがありますね。さあ、ドリンクあるけど、バリアがない。こっちだね。バリアがあって、まあこっちはしかもね、鳥根もあるんで、止めも進めも、もう、乱暴なのがありますよ。いいね。いやージムワイパーやっぱ割りづらくはなったね、だいぶ。それでも割るの早いけど。さあ、素晴らしい。一人も落としてないのに突破しちゃう、この感じね。素晴らしいよ。おお、ナイス。それ打ち勝ったのでかすぎる。さあ、だが手前側になんかいっぱいいるぞ。うぅ、ああ、危ねえ。いやあ、さあ、うん、ウルハンしてきました。そしたら、お、戻って、いやそれつけれない、うん、おい、うわー、見てるね。いるだろっつって、ここであえての、うーん、根元弓だもんな、こっち。うわ、ゴミゴミってした。ゴミじゃない、ゴミじゃない、うんってなって、ゴミ、ゴミじゃない、な、なに、あの、弱いポジションに入ってたなと思って。ああ、なるほど。ゴミポジって言おうとしたんだけど、人に言おうとしたわけじゃない。あ、なるほどね、うん、ポジの方にね。そうそうそう、うん、びっくりした。ポジションだから、マジで。いや、もう、あぶねー、ゆーっと落ちる。さあ、お、どうしようかな。まあ一応ね、カウントは勝ってるので。ああ、しかも身落ち取って、うん、ああああああ、どこか、ほら、行ったべ。さあ、逃がさない方が嬉しい。ナイス。さあ、おお、いいボム刺さってる。いちいちね、うん、いやスプラ歴長いな、この人。恥ずかしい。ボムの、ボムの打ち方で分かるな。恥ずかしい。ボムの打ち方でスプラ歴バレるの恥ずかしい。この人はやってるよ。わあ、いいね、これな。いやー、こういう人いるとね、ワクワクするわ。こういうことしてくれると。ナイスナイス。ナイスナイス。ああ、もうでも全然、でも16カウントまでいっちゃいましたよ、もう。うん。お。うわ。総力上げてない。さあ、でも、うん、ああ、素晴らしい。バシュンバレてくる。うん。あらスペシャル使った結果、潰して、これはね、激アツ展開。しかももうノリに徹してくれてますわ、このユミちゃんが。うん、徹するなら徹するでね、結構前で
一応グレートバリアを使ってこう前線キーパーにできちゃいますんで。あーね、あーはははうわーこらーショックだ。あーあ、ただおっ、よ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 っ、どうだ、おっ、うん、お、いやーもうなんかだいぶ盤石ですね。あーあ、早い。まあね、ドリンク飲んでると特になんかもう動きで、あら、おろ、どうしようか、うん、ここで使ってもう時間ないよ。あー終わらせるやつ、もういやもう矢倉はもうこれですね進めのバリア止めのトルネだね。まあね、あいやこれがだからこれが常にあれば確かにもうなんかもう負けるのはなんかエラーだよね。うん、うん、ミスでよっぽど相手が倒すの上手かった。ああそうね、うん、もうよほど実力差があるか、うん、どっちかだよね。アイユの花大渓谷にて、はい、行きましょう。はい、行きましょう。さあ今回は集大成ヤグラで簡単に勝てる武器らしい若葉、はい、お願いします。はい、そう先生、まあでも相手に取り根がいるので相手の動き次第では簡単には勝たせてくれない。ただこっちも取り根いるのでいいんじゃないでしょうか。危ない、早いね。この人数有利ついてなくても乗れちゃうならバリアで一回ちょっとチャンス作っちゃうっていうね。でそこに注目して戦いが起こった後にいろいろ処理して乗ると。あーぜ、あー惜しい。さあね、でももうしかもたまりかけてますからね、あそこの時点で。おっと、わあいいベムが入りましたね。なんか一人見えてねえんだよな。お、どこだ。あぶねあぶね。さあ、うわう。早い。切るタイムが早いよ。さあ、帝王でどうにか知らして、ああいいんじゃないの、いけた、ナイス、よく維持した、素晴らしい。さあ使わせて、さあそしてドライブワイパーだとねある程度時間かかりますね。うわ相手そっか2つか、ラピとシャープマーカー、あれもう乗ることだけを、あ私もう何もできないでしょこれはいないのと一緒理論で、おおウルハンを捨てて、あー雨、あまだいた、まだいた、もう死んでるよお前あんた死んでるのと一緒だよ、死んでるのと一緒だよ、 お荷物だよ、おいなんてこと言うんだよなんてこと言うんだよ、おい言わないと分かんないこともありますからおい、しつけみたいに、いやいや、これもう本当そうなんですよ。まあね、やっぱヤグラ、ヤグラ以外の場所でそうそう、ヤグラ止める、進めるルールだから、うん、大事なことだんで優しく言うと、はい、まあ死んでんのと一緒だよ。お優しくねえな、うん、それが一番イージーな一番ライトなやつ頼んだらそれってこと、ね、そうそう、一番ライトなやつそれです。嘘だろう、はい、というわけでまあでもね、やっぱ若葉ぐらい乗るやつがいるとますますきついね。まあそうだね、あれやっちゃうとね、 あれやっちゃうとね、なるほどなるほど、大事なやんないのは、いや強えわ、うん、チャンネル登録お願いします。